今日は漬物。9月25日のうちの畑の様子です。今から秋の野菜の種まきです。大根の種まきです。これは何の種だろう。大体の感じ、まあ、見える程度に。あれから約20日、こんなに大きくなりました。上が白菜、手前が大根です。畑ってすごいね。さてさて、今日のおばあちゃんは朝から何をやっているのかって言ったら、あら、大根を根っこから引き抜き寄ります。でもなんか選んで引き抜きようごたるね。大根の葉っぱは漬物にしたりごま油で炒めたりすると美味しいもんね。大根の間引き、込みすぎとるからね。虫もついとる、虫がついとる、青虫が。消毒せない。間引かんと太らんたいのある。そうそうそう、大きな大根、水が大きな大根で長い。コゲンとも選んで間引きようと。そう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 、その間をかけてね、小さいやつよ。もう大きいのでもくっついとったら、どっちかを、どっちも大きくてもくっついとったら取らないけ。今日はこれだけ間引きました。これ浅漬けにします。さてさて、これを漬物にします。間引いた大根です。漬物にします。間引いた大根洗いました。先の方ちょっと切ります。はい。どれぐらいから切ると。適当。うん、適当に。あんまりこう筋みたいなところを切って、ね、そこが大根になるところよね。おばあちゃん大丈夫ですか。はいはい。これはもう捨てます。はい、捨てます。捨てるんやないろ。あの畑に戻すじゃん。畑に戻します。はい。そしてこれを今から塩漬けします。はい。漬物の用の容器の中に入れるわけね。そうです。はい。もうほんの小さい台所に塩漬け用のこれにね、はい、そしてお塩、そしてちょっと並べて、あとはお塩を振りかけます。おばあちゃん、お塩はどれぐらいですか。適当や、そんなにあまり。あの塩漬けでしなっとなったら、あたら、あの、いいから、うん、これで押さえます、これ。はい。そして水が上がってきたら、明日の朝もきっと上がってきてると思うので、はい、明日の朝食べられます、はい。で、おばあちゃん、あの材料聞くの忘れてました。お塩だけです。はい、間引いた大根とお塩だけですね。シンプルです。はい、はい、ありがとうございます。2日経ちました。実はその後唐辛子を入れてました。
それではいただきます。ちょうど疲れぐらい、ちょうどいいです。胡椒もよく効いて美味しいですよ。それじゃまた。いかがでしたか。あっこばあちゃんはいつも言います。大地とお天道さんと水さえあれば食物は育つって。捨てるところはなんもないって。本当にそう思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃまた。このチャンネルでは89歳あっこばあちゃんの元気な秘密、おばあちゃんの手料理、家庭菜園、昭和の知恵、旬の食材、九州のパワースポットなど配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。